島で週に行って、やってるんですけど、最近始めたのに、まあ、あの日々の島の暮らしといいますか、まあ、暮らしと、そうですね、暮らしを彩る時間というのをテーマに、いろんなアーティストさんとか、まあ、友達の友達とか、まだ本当仲間内なんですけれども、まあ、いろんな人が、古民家、ちょっときれいにした古民家があるんですけども、まあ、きれいかどうか見てもらったら分かるんですけど、そこに集まって島の人とも、交流してもらって、なんかいろんなこう価値観ですね、例えば今僕こういう娘がいるんですけれども、僕の友達ですごい虫好きの女の子がいるんですけれども、なんかそういう虫好きの女の子とうちの娘春って言うんですけど、例えば春が遊ぶことによって春にこう虫が好きという概念がとかも備わるんじゃないかなとか、なんかこう、あ、虫って気持ち悪いもんじゃないんだみたいな、そういうなんかこういろんな価値観を持った人たちと子供たちが接したり、もうそれは大人も一緒なんですけれども、まあそういうふうに、接して、ああいうこの島の本当に美しい自然環境と、素晴らしいコミュニティがあるので、それをこう、生かしながら、新しいそういういろんな、なんていうんですかね、価値観みたいなものを生み出せるような場所ができればいいなと思って、偶然遊びに来てくれた人々と一緒に、ちょっとホラー映画を作りました。ちょっとホラー言うても、ホラー映画とともに島時間を紹介するような映像になってるんですけれども、言うほどホラー感はないので、もしよければ見てもらえればと思います。これも偶然友達がゾンビメイクをできる子がいて、その子が泊まりに来てくれたから、ちょっとやろっかみたいなんで、そこにもじゃもじゃのもじゃさんがいるんですけれども、彼らもよく来てくれて一緒にやってます。じゃあちょっと再生してみます。